皆さんこんにちは、ビューティフルカーズ選手チャンネルの桃川です。あつしです。今回はですね、なんとビューティフルカーズに新入社員さんが入ってくれました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。新入社員のゆうきくん、20歳ですね。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、ゆうきくんから村上さんに20の質問がある、なるほどということだったので、ゆうきくんもともとビューティフルカーズの製品愛用者ということでね。そうですね。そしてうちの求人に応募してきてくれたということで、はい、いろいろ興味があるのでしょう。村上さんにすごい興味津々なので、はいはい、ちょっとうまくいけばね、その良い質問があれば、はい、ご動画として公開していこうかな。そうですね、ということで、ビューティフルカーズね、とんでもなく成長していきたい会社ですので、これから多くの新入社員さん、うん、入ってきてもらうと思いますので、はい、そういうビューティフルカーズ入ってみたいなと思う人に参考にもなるように20個、はい、頑張って答えていって、放送できるものに関しては放送していこうと思います。はい、はい、ぜひご覧ください、はい、ということで、はい、じゃあゆうきくんから質問を1個目からお願いします。はい、子供の頃の夢は何でしたか？おこれは F1 レーサーでもその前はパイロットになりたかったんです。目が悪いから なれないってなって、じゃあ新幹線の運転手さんがいい、目が悪いからなれないってなって、じゃあ F1 レーサー、 F1 レーサーはメガネの人もいたんで、はい、なのでね、でも今思えばパイロットって目が悪くてもなれるですよ法律が変わったっていうかね、なんか今はコンタクトとかしててちゃんと視力が出れば良いみたいで、なので今でも飛行機で出張とかすると機長さんとかが見えたり、あとこう着陸とか離陸する飛行機見てると、やりたいな、やりたかったなと思います。あれをやれてれば僕は今満足して飛び続けてて、俺の着陸最強とか言ってたと思います。放送もしたいな。皆さんご安心して空の旅をお楽しみください。やりたい今日機長の村上です。高校の時の僕の同じクラスでもう一人村上くんっていたんですよ。村上くん2人いたんですよ。もう一人の村上くんパイロットになったんですよ、旅客機の、うん、こうね、じゃあもう今機長の村上、機長の村上くんね、うん、あの機長になってから遊びに来てくれましたよ。すごいですね。あ、なりたかった、なりたかった。じゃあパイロットになりたかったんですよ。はい、そう、その後 F1 です。はい、じゃあ2個目、プライベートでの夢を教えてください。プライベートでの夢、まあ、仕事の夢はね、たくさん今話してくれましたけど、思い浮かぶのはね、ないですね。はい、あ、でも あれですね、死んだ後に、死んだ後に後悔したくないって感じですね死ぬ時じゃなくてね、死んだ後に天国行って、まあご先祖様とか、あの僕の亡くなった娘とかがいると思うんで、あの堂々と会いたいっていう感じですね。生きてる間に限定すると、死ぬ時に超楽しかったぜっつって死ぬのが夢です。はい、はい、ありがとうございます。次、昔の自分に伝えたいことってありますか？昔の自分に伝えたいこと、いいですね、ちょうどゆうきくんぐらいの年の村上さんに伝えたいこと2つ今パッと思い浮かんだ、別にあまり何も普段考えてないので、うん、今思い浮かんだことで言うと、1つ目は素直に先輩の言うこと聞きなさいと、もう1個は人生は年を取るほど楽しいよっていうことですかね。次の質問は、はい、好きなお酒はありますか？好きなお酒、おプライベートな、お酒全般好きなんですけど、ビールが好きなのと、はい、美味しい日本酒が好きです。わかりました、はい、ありがとうございますお酒飲み始められる年になりましたからね、聞きたかったかもしれないですね。なるほど、ね、はい、そういうことですよね。そうです、うん、ビールはちょっと難易度高いですよね、苦いからね、うん、私今の年になってようやくちょっとずつ飲み始めます。ビールは飲み方があってですね、はい、飲み方を教えますね。そうすると美味しくなるんで、秋田の天野との僕の大好きな秋田酒小町というのを使った 40% に磨き上げた純米大吟醸かな、あるんですけど、あれはやばいですよ。お米のジュースみたいですか美味しいです、ね、甘くて美味しい、甘くて美味しい、うん、いつの間にか酔っちゃうみたいな。そうですね、はい、
次の質問。はい、今欲しいものはありますか。欲しいもの、お広いし、あ、やっぱり夢とか欲しいものとかまま出てこないですね。欲しいもの、欲しいもの、欲しいもの、うん、ないかもしれない。ない本当に ないですか。ないです。車とか、まあ、フェラーリ 488GTB でも別に今欲しいかと言われれば欲しくもないですね。欲しくもない、あの埼玉のアパートに洗濯機と冷蔵庫が欲しいです。今緊急の問題でしたけど緊急の問題でございます。あとゴミ箱が欲しいです。それもそこ買いに行きましょう。ゴミ箱が欲しい。はい、何をしている時が一番幸せですか。あ、深い質問が多いですね。深いというか、そうだよな、そういうこと考えたよな。若い頃何をしている時が一番幸せか、仕事してる時、はい、ですよね。あ、そうなんですよね。仕事をしてお客さんに喜んでもらってる時ですね。そして成果が出てる時ですね、うん、はい、はいはいはい、ありがとうございます。続いての質問は、はい、ストレスが溜まった時や疲れた時はどのように対処されていますか。あ、これあれじゃないですか。寝るんですよね。寝る死んだように死んだように寝る、はい、全然連絡が取れなくなる。あとは温泉に行って、はい、廃人みたいになってる。で最近はサウナ、うん、なんかサウナブームじゃないですか、はい、でサウナなんかあんまり好きじゃなかったんですけど、すごいサウナ好きな人に正しいサウナの入り方を覚えた方がいいですよって言われて、でいいサウナを教えてもらって、そこで正しい入り方をしたら、あのすごくストレス解消になることが多かったので、正しいサウナの入り方をするっていうのもいいと思います。そうですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、続いては今一番やりたいことは何ですか。やりたいこと、今一番やりたいこと、仕事で会社でも なんか全部合わせてなんでしょ。いや別に本当にね、なんか意外とないんですよ。なんかちょっと前までだったらね、美味しいもの食べたいとか、なんか旅行行きたいとかあったと思うんですけど、レーシングカートでなんかめちゃくちゃレースしたいとか本当あんまりなくて、上場したいです。一番やりたいことは上場したーっつって、上場したーっつって、でそこでゴールじゃなくて、あの上場会社としてこれからますます成長していきます、株主の皆さん応援してくださいってやりたい、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いては、休日は何時頃起きますか。休日は何時頃起きますか。あ、最近あんまなんですけど、前はですね、夕方の4時とか5時とかそれがストレス発散だった。そう、寝るですもんね、はい、はい、そんな。でも最近は普通に9時とか10時とかぐらいには起きてるかな。わ、ね、はい、かりました、はい、ありがとうございます、はい、続いては、尊敬する方はどなたですか。そしてその理由は何ですか。尊敬する人、これね、ちゃんと答えたいですよね。よくね、座右の銘はとか言うじゃないですか、うん、松下幸之助さんとかさ、特にないんだよね。いろんな人を尊敬してるというか、この人っていうのはあんまりないんですよね。はい、いろんな人を尊敬してます。わかりました。まあいろいろありますよ、いろいろ。例えばだって最近 F1、 僕 F1 好きだからさ、はい、F1 レーサーの角田裕樹くん23歳なのに、F1 にもう20歳で上がってきて、すごい才能があってね、上がってきたんですよ、はい、どうやらお父さんがすごい F1 好きで、角田くんは大して F1 に興味がなかったみたいなんです、うんうん、でもあまりに才能があって、 F3 1年、 F2 1年、 F1 ポンポンポンって上がってきて、20歳ぐらいで上がってきちゃって、正直 F1 でもね、あっさりなんか成績出せると思ってたみたいな。そしたらやっぱ F1 レーサーってすごい人たちの集まりだから、意外と苦労してるんだけど、3年目すごい成長してんですよ。なんでそんなに成長したのって言ったら、やっぱりいろんな本を読んで、その結果なんか後悔しない人生を送りたいと思ったから。だから今までは才能ありすぎたんで、 F1 レーサーでありながら休みの日はゲームしたり、なんかウーバーイーツでピザ頼んだりとかしてたらしいんだけど、そんな努力してなかったの、ね、そうそう、趣味ゲームみたいな、うん、あ、なんだっけ、あの趣味こうって走ってババーって打つみたいな、あ、FPS ゲームみたいな、うん、とかめっちゃ好きだったらしいんだけど、うん、もう最近はチーム
と一緒にチームのトレーナーと一緒にトレーニングしたり、あの F1 のシミュレーターで練習したり、もう本当に一生懸命やってんだって。でメンタルトレーナーもつけて、あの考え方もね、あの変えてるんですって、はい。で彼若いから興奮すると無線ですぐね、あの P ワードを言いまくるの、英語でね。でそれも今改善をしようと思ってて、あの直してますみたいな、はい。で本当に変わってきてるので、23歳でもすごいなと思って尊敬しますし、一方経営者とかで言えば、やっぱりあの稲森さんとか、京セラを作った稲森さんとか、はい、パナソニックを作った松下幸之助さんとか、最近で言えばアップルを作ったスティーブ・ジョブズとか、みんな尊敬してます。一番怖いものは何でしょうか。怖いもの、村上さんの怖いもの、え、ある？なさそう。ないですよね。あんまりない。昔は骸骨が嫌いでした。なんか骸骨怖くて、はい、小さい時にあの親が自動車の秘密とか、人間の秘密とか、はい、動物の秘密みたいな、あの昔学研ってとか出してた学研漫画いっぱい買ってき、うんうんうん、来てくれてて、それを見てたんですよね。じゃ人体の秘密見たら骸骨のこう絵があって、骸骨怖っと思って、だからなんかこういうところの外にこう骸骨がベンティベンっているんじゃないかと思って、はい、すごい怖かったんですけど、おばあちゃんが亡くなって、おじいちゃんが亡くなって、どっちも骸骨怖いから火葬嫌だったんですけど、行くしかないじゃないですか。結果なんかおじいちゃん骨が丈夫すぎてめっちゃシャレ神戸状態だったんですよ。そうなんですか。怖ーみたいな、うん、で骨壺に入らなくて、ね、崩れなかったんですね、はい、うん、箸とかで持てないわけで、骨壺にも入らないわけ、はい、そしたらなんかうちの弟がね、じゃあっつって手で持ってね、骨壺の上にバーンと置いてね、そう、なんかもう手で持つしかないですって言われて、手で持つ、弟が手で持つ、でうちの母とかはみんな、その実の子供たちはもう怖い怖い怖い、おじいちゃんのそんなのできないって言うのに、弟がジョーッってかわしてバーンと置いて、でも入んないから、火葬場の人が砕いてくださいって言われて、みんなでジャーッって、弟がジョーッってガスガスってやりだして、で俺もしょうがないからガンガンってやって、みんなでバラバラにして骨壺に入れたの。それからあんまり骸骨怖くなくなりました。だいぶ荒療治でしたね。そうですね。おじいちゃんが身をもって僕らにあの怖くないんだよってのを教えてくれたのかな。はい、おじいちゃんありがとう。続いては、はい、UFO や幽霊、はい、怪奇現象などは信じていますか。あ、はい、普通にいると思います。いない方がおかしいんじゃないですかね。まあまあまあ、特に幽霊はちょっと分かんないですけど、あ、でもどっちもいると思いますよ。だって UFO って宇宙にさ、人間しかいないと思う方がおかしくないですか。そうです ね、 ね、はい、ただなんか あれですよね、遠くから来るって、光の速さでもさ何百年もかかるのにさ、はい、それが飛んでくるっていうのはさ、よっぽど大変だと思うんですよ。だから僕は勝手に思ってるのは、まあ、いるけど来れないと思うんで、UFO はタイムマシンじゃないかなと思ってるんですよね。だから未来の地球人がなんかタイムマシンに乗って過去に来てんじゃないかなと思ってます。飛んでくるよりなんかタイムマシンの方がなんか現実性があるんじゃないかと、まあ、でも飛んでこれるならあれか、過去から未来から過去に来れるぐらいだったら飛んでこれるか。スターウォーズみたいな、なんかほら光の速度で飛ぶと時間が経たなくなるみたいな話だから、だから超速いスピードで飛んでると時間が経たないから未来の人にこっちが追いついてみたいな、だから過去にはいけんじゃねえかみたいな、だからなんかタイムマシンなんじゃないかなとは。ちょっと他から飛んできたらさ、別に地球人殺してもいいじゃん、うん、でほらすごい進歩してんだからちょっと殺してもいいじゃないですか、はい、でもなんか宇宙人ってあんまり大々的に危害与えてないじゃないですか、うん、はい、未来の地球人だと思ったら、だって危害与えたら自分たちいなくなっちゃうからやべえなみたいな感じで触んないみたいなことなのかなと思ったりしています、うんうん、で幽霊みたいなものに関しては、それもなんかこの僕らが生きて生まれて、人間が生まれて死ぬみたいなのって絶対それで終わりじゃないと思ってるんで、なんかもっとでかいシステムの中の一個な気がするから。これなんかあれみたいですよ、知り合いの上場企業の経営者さんから聞いたんですけど、最新の量子力学で研究すれば研究するほど、はい、なんか宇宙にはゼロポイントフィールドっていうところがあって、そこはなんか全てのエネルギーがとか思いが溜まってる場所で、なんか全てが叶うみたいな、
とこがあってね、人間は死ぬと魂がなんかそこに向かっていくみたいなのが、あの最新の量子力学で研究すればするほどそれが正しいみたいになってるらしくて、でなんか人間で死ぬと少し質量が少し軽くなるみたいなのもちゃんと研究すれば正しいらしくて、なのでオカルトじゃなくてちゃんと研究した量子力学の学者とかちゃんとそれを勉強してる経営者とかほど普通にあるでしょみたいなだからこそその全体の大きい仕組みとか流れみたいなものに僕らが沿うことができれば全てこの世の中 の願いとか思いは叶うみたいなのは本当みたいですよ。でそれが昔から宗教とかで言われてんですよね。それもそれで例えば仏教とかイスラム教とかキリスト教とかいろいろあるけど、結果的に言ってることみんな同じで、あと孔子とか老子とかも結局なんか手段が違うんで言いたいことも同じで、うん、はい、昔の人間が頭悪かったわけじゃないじゃないですか。単に人間がどんどん文明が進歩してるだけで、人間の頭の良さは別に変わんないじゃないですか、はい、だから昔でも頭のいい人たちがいっぱいいて、その人たちが人生かけて死ぬまで考え抜いてるわけだから、もう結構そこで到達してると思っていて、なんかみんな同じこと言ってるので多分本当なんでしょうっていうことで、ないわけないなと思ってます。はい、はい、ありがとうございます、はい、社長の弱点は何でしょうか。弱点は怒りっぽいところですね器がまだ小さいんで怒っちゃう、さっきみたいにわかりました、ありがとうございます。その逆として強みは何でしょうか。強みはですね、社長としての強みといえば、僕はお客様目線が得意、はい、なのと、ないものじゃなくて世の中にあるものをこう組み合わせるとなんかこの課題が完全に解決されるよねみたいなことを思い浮かんで形にする能力があります。はい、わかりました、はい、ありがとうございます。もう一つ違う人生があるとしたら何をしたいでしょうか。それも全然あんま思わないですよね。なぜなら今がめちゃくちゃ楽しいからなんですけど、はい、もう一個あったらパイロットですかね。あ、さっきは夢に戻りますね。あ、パイロット絶対楽しいでしょ、はい、ありがとうございます、はい。忘れられない出来事について教えていただけますか。忘れられない出来事いっぱいあるんですけどね。娘が死んだ出来事ですね。生まれるまでですね、順調ですよみたいな話で、予定日の1ヶ月ぐらい前から産休に入るんですけど、はい、妻がね、で産休に入っていきなりもうなんか陣痛が来て、だから予定日より1ヶ月ぐらい早いんですよ。でも産休に入っていきなりぐらいですよ、はい、で病院に行って、しかも僕もだからまさかその日に生まれると思ってないし、陣痛来ると思ってない、産休入ったばっかりです、ね、遊び行ってたんですよ、はい、電波の届かないところにそしたらなんか僕の父がそこに来て、いやちょっと実は奥さん陣痛来て病院に行ってるから急いでおいでってわざわざ父が呼びに来てくれて、電波届かないから、うん、で行ってそしたらまあ分娩室に入ってて、そしたらホギャーホギャーって声かけして、そこまでは良かったんですけど、そしたら肺とかがちゃんとできてない病気だったみたいで、へそのを切ったら息できなくてだんだん元気なくなっちゃって、そのまま病院に運ばれて3日後に亡くなったんですけど、まあその3日間ずっとそばにいた時の経験が忘れられないですね。わかりました、ありがとうございます、はい。続いては未来についてなんですけど、はい、3年後はどうなっていたいですか。いい質問だね。社長が社員にするみたいな質問です。入社試験みたいな。そうですね。3年後ですよね。今2023。はい。2026年ですよね。2027年に上場しようと思っているので、2026年は上場直前期ということで、直前期をやってたいと思うんですよね。で年商的には今期が25億ぐらいやりながら、上場の準備をしている感じですかね。はい、わかりました。では、
10年後はどうなっていたいですか。上場した後ですからね、うん、はい、上場した後成長してますからね。33年。10年後はね、村上さん58歳。そうだね、多分年商がね数千億円ぐらいまで、5000億とか、まあ5000億とかいければいいんですけどね、はい、でも普通に考えたら多分、まあでも1000億は超えていて、うん、まあ、上場した時の資金で秋田県の上小阿仁村にカーケミカルの工場とか研究室とか作っていて、でそこにみんながね、あの全国からそこに働きたいと、まあ、秋田の子たちも働きたいって言ってもらえるように、上小阿仁村何にもねえじゃんじゃなくて、上小阿仁村に素敵なね、あのキャンプができるようなフィールドだったりね、うん、そうですね、あのサウナビレッジみたいなのがあったりね、温泉とサウナが合体してる、ね、もちろんあの美しい車と共に暮らすのが体現できるようにね、うん、そのサーキットみたいなものがあったりとかしてね、あのそこですごくこう質の高い暮らしができるようなホワイトシードのそのエリアができてましてっていう感じですね。そうですね、1000億やってるとしたら社員は 2,3 千人いないといけない。そうですね、まあ、全国にもお店各県にリテールカーズがどんどん広がっていってるみたいになっていて、本社は多分だから300人とか400人とかいてっていう感じで、58でしょ、はい、まあ、もう少し社長やんなきゃいけないと思うんだけど、はい、そうやって成長していってこう元気になっていく村を見て、あ、いい感じって思ってた。ありがとうございます、はい、続いては老後はどのように過ごしたいですか。おあんまり老後という概念がな引退っていうかした後って感じですか。そうですね、社長を引退したらですね、まあ、社長は誰かにちゃんとやってもらって、今の言った通り上場企業になってそういうふうに成長できてればですね、個人資産も相当あると思うんですよ。何十億とか持ってるはずなの。なんでそれをですね、あの若い夢を持ってる起業家とかにね、あの出資してあげてね、まあ、お金出すだけじゃなくて僕の経験もシェアしてね、なんかこう起業家育成みたいなことをしながらね、上小阿仁村で、うん、あと学校とかも作りたい、まあ、学校は僕が作るのか会社が作るのか誰かが作るのを応援するのか分かんないですけど、子どもの教育とかもしたいので、あの学校とかも作って、まあ、そんなことをしながら、後のイメージは上小阿仁村のあれですよ、素敵なこう畑が見えるベランダでロッキングチェアみたいに座って、でもあれよ倒れそうだからまあこうポヨンポヨンする、椅子に座って、はい、コーヒー飲んでるって、うん、家は平屋みたいなあ、まあ何でもいい、うん、そうね、うん、そうそう、そんな感じ、大きくない家で、大きくない家、この広さぐらいあれば十分すぎるぐらいなんで、こう眺めて、うん、いいねって、いいなって言ってるがっていう老後、はいはいはい、ありがとうございます、はい、これから挑戦したいことは何ですか。これから挑戦、ずっと挑戦してる、挑戦中じゃないですか今、ずっと挑戦してるんですけどね、あのなので、まあ、仕事はずっと挑戦しているんですけれども、分かりやすいところで言うと筑波サーキットで1分切るってことですかね。チャレンジですね。急にみたいな。完全に。まあ、GR ヤリスで1分切れるんで。はい。はい。あの弊社の社外取締役に内諾してくださってるね、ある会社の社長さんも元々 F1 レーサーになりたかったって人で、はい、その方はね、うん、その方は日産の GTR 持ってて、それで筑波1分フラットなんで、そう、じゃあ僕は GR ヤリスで。1分フラットでおい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 みたいなのを やりたいですね、はい、そうですね、はい、ありがとうございます、はい、今ので以上でした。今ので以上、いろいろいい質問があったんじゃないですか、ね、感想はせっかく僕も一生懸命答えました。長い時間ありがとうございました。いろいろ聞いてみて、なんか学ぶとことかありましたか。はい、ちゃんと3年後とか10年後の未来の目標を持っているというのがすごいなと思いました。なんで自分ももっと未来の目標というかそういうものを明確にしたいなと思いました。ありがとうございます、よかったです、まあ、もうちょっとちゃんと明確に言えればいいんですけど、この特徴としてはですね、映像みたいにインプットされてるんで、
はい、だからそれをどう説明しようかなみたいな感じなんですよ、うん、さっきもなんか畑でロッキングチェアでじゃない、その場面が思い浮かんでるんですよ。あとその年商が1000億ぐらいでとか言っても、なんかその大きさの会社のイメージとかが頭にあるんで、ちょっと言語化した時に曖昧なのか、逆に僕もちょっともうちょっとちゃんと言語化しようと思いました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで20歳の新入社員ゆうきくんが気になる質問20個村上さんにしてきました。はい、聞いてみて、自分自身も村上さんみたいにイメージのようにちゃんと将来の目標を立てたいと参考になったみたいで、私も嬉しいです。なので、はい、2人でですね、ここ埼玉でゆうきくんの夢も一緒にサポートしながらですけれども、ね、はい、頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、今日の動画面白かった、参考になったという方はぜひチャンネル登録、高評価、通知のオンお願いします。こういうことを聞いてみたいなという質問があればぜひコメント欄にお寄せください。まあ、選手だけじゃなくて、こう起業家としてのね、うん、僕に質問みたいな、いいと思います。はい、はい、ということで次の動画も楽しみにしていてください。はい。